はい、今週の恋愛運、サクッと見ていきましょう。いつも自然エネルギーリーディングからしてたんですけど、ちょっと今日出かけ先から帰ってきた足なので、この今週の恋愛運占いしてから、お風呂に入って、みそいでから、自然エネルギーリーディングしようと思います。サクッとね、サクッと。今週も、先週も愛の学びがたくさんあって、まあ、ねえ、好きな人に心奪われるっていうのは愛の修行なんだなとつくづく思いました。そこで得たエネルギーをどのように変換するか問われているところがありますね。だからなんかタロットというと結果にばっかり、ページのカップのページか、結果にばっかりフォーカスしがちですが、修行なんだからその修行のプロセスが大事であって、結果じゃないんですよね。で、それを分かった上で、結果に固執してた自分の占いに何か変化があればいいなと思って、今週の恋愛占いワクワクしてやります。ちょっとね、なぜか、ヘトヘトなので6連休休んだのにな、6連休休んで2日だけ仕事して、なんでヘトヘトなる？もう意味がわからんわ。歳かな、もうダメだね。もうヘトヘトの意味がわからんわ。6日も休んで2日しか働いてへんのに。好きな人にも会えたし、一日。まあ短い時間やったけど、文句ないでしょう。ありかなしで言ったら、ありの週やったのにヘトヘトやな。カードに出るかな、それ。お疲れモード出るかな。ソードの8とか、ソードの4とか、ソードの9とか出たら笑ってください。元気だといいけどな。深層意識がもろに出るからな。どうでしょうね。はい、今週の恋愛占い。結果が良ければ、良かろうが悪かろうが、現状を知ることはとっても大事です。はい、行きましょう。はい、私、あなたの現状。はい、ソードの5。戦ってきたんですね。戦ってる最中。何と戦って、ほら疲れるわ。悪魔と戦ってんの。おお、悪魔と戦ってんの、そら疲れるわ。妨害が悪魔？ほら疲れるわ。悪魔と戦ってたん？何の悪魔？悪魔がそばにいんのか、エネルギー吸い取られてんのか、お祓いしよう。顕在意識を、ペンタクルのナイト出ました。ペンタクルのキングじゃなくてナイトが出たね。愛の修行者。
そのままや。もう言ってる、そのまま出てるやん、愛の修行者。はい、潜在意識が、ワンドの7の逆か。逆なんだね。これ、正位置だと、自分が有利な立場に置かれている戦いっていうことになるんだけど、逆位置なので、形勢が悪いと思ってる、深層意識で。あ、悪魔に対して形勢が悪いと。顕在意識では、もう魂の修行だと考え直して対処してるけれども、今の状況は不利だと思っている自分で。悪魔、ちょっと悪魔の正体後でルノルマンに聞いてみるね。はい、過去。うん。欲望が暴走して、夜寝られなくなって、思い悩む姿が出ています。うん。でしょうね。恋煩い？いいじゃないですか。恋ができるだけ。近い未来は、ソードの9。言ってたやつ出たね。眠れないカード。そうな。また眠れなくなるの。悪魔のせいで。ちょっと悪魔対処しなあかんな。アドバイス。アドバイスは、ペンタクルのクイーン。これ前も出たから、あなたはじっと待っていればいい。そこで。堂々として。眠れなかろうが、欲望に身を狂わされようが、あなたはそこで凛と佇んでいればいい。すべて周りが解決してくれるから。で、周囲は、ソードの6の逆。そうなん。やっぱり形勢が不利って出てる。どうしたどうした。これお相手さんの気持ちかな。私そんな風に思ってないもん。実は、恋って魂の修行やなって気づいたのは3日ぐらい前で。で、それに気づいてから、なんかふっと心が軽くなって、物事に結果ばかり求めなくなって、今のプロセスの方が大事？それなら。今置かれてる状況とか環境とか、特に不服もないし、結果が良ければ、それに越したことはないけど、恋が魂の、恋が愛の修行だと気づく前までは、自分の恋心の願望達成にばかり気を取られていたけど、そうじゃないよって気づいてから、ふっと楽になって、と楽になって毎日過ごしてるうちに、そのお相手さんにかぶせていた恋心がふーっと抜けていって、私がお相手さんにかぶせてたと思ってた恋心がふわ風でふわーっとめくり上がって、私の方に覆いかぶさってきたんだよね。なんか、意識の反転？自分ばかりが相手に思いを募らせてると思っていた意識が、ふっと自分にかぶってきて、それってすごい愛の波動だから、居心地がいいものだったんだよね。それをお相手さんに感じられたら素敵だなと思って、また会える日を楽しみにしています。
ただ今はこのタロットではなぜか悪魔に妨害されてて、で形勢が不利だと自分で、おー願望死神の逆、あーそういうことか。これ正位置だったらまあ願望死亡フラグ、その思いを募らせて思い悩んだ挙句にもうこの恋終わらせたいとか思うかもしれないけど、その意識の改変があったせいで終わらせたいじゃなくて、終わりの始まりが始まってる、始まりの予感になってる。だからすごいポジティブなカード、全然怖くない。悪魔と死神出たね、面白い。最終結果、おお。ペンタクルのページの逆位置、ピントが合わねえ。最も自然エネルギーに近いカードが出ました。ほとんど自我がない。生まれたての地球のような人の意識が逆になって、もう、意識っていうのは意志の塊ですから、その塊をつなぐ引力のようなものがほぼほぼ感じられない。何か自分の心の中で恋心に対する反感が起こってるようです。分解してなくなるみたいな不思議な感じ。やっぱり愛は幻だったんだっていう風に結果が出てる。幻の愛によって愛の修行をしてるから、結果も何も愛そのものが幻だから、その修行プロセス自体、愛の修行自体のプロセス自体に意味があることで、お相手さんだの、恋心だのは幻想に過ぎない。最近思うことがあって、恋心って愛の交換、エネルギーだと思うんですけど、愛の交換ができる、できてたらその恋が成就するかしないかってどうでもいいことなんですよね。すでに愛の交流は行ってるんだから、そういうことに気づくための恋心の幻想とお相手様に抱く幻想がほとんど幻でしたというふうに結果が出ています。もう完全に今の自分の意識を反映したものになってるなぁ。眠れないカード出てるけどね。愛の仕組みは複雑だ。ルノルマン先生、この悪魔って何？ルノルマン先生ならわかる？教えてくれる？何の悪魔に妨害されてんの？恋の悪魔？ライバル？お仕事？お金？自分のやるべきこと？
この悪魔って誰ですか、ルノルマン先生、教えてください。ズバッ、え、コウノトリ、やはりお近づきになりたいという願望でしょうか。悪いカード出なかったね。辛いなぁ。普通の恋愛だったら抱く感情ですよね。それが妨害の正体？愛の修行だから。ペンタクルのページか。ちょっと調べてみよう。